ついにドイツ代表の監督になれたわ。フリック君、代表監督就任おめでとう。あ、偉い人。こちらこそオファーをくれて嬉しかったわ。まあチャンピオングリーグ制覇した監督だしな。オファー出すのも当然なんだぜ。代表でのコーチやバイエルンで結果出してよかったわ。まあそのバイエルンとちょっと揉めて面倒だったけど、そんなこと気にならなくなるぐらいの活躍を期待しているよ。変なプレッシャーはかけないでよ。当然活躍できるように頑張るけどね。まあまずはワールドカップの予選を頑張ってくれよ。強豪国はいないとはいえ、油断したらやられるからな。わかったわ。とりあえず布陣は 4-2-3-1。保持は右上がりの 3-4-3 で挑むとしましょう。連戦連勝。絶好調ね。サネの大外ドリブル、豊富な中盤による連携。完全に噛み合って最高の結果なんだけれど。フリック君、絶好調だな。このまま他の試合もってなんで浮かない顔してるんだぜ。あ、偉い人。いや、保持の形を変えようと考えていてね。ここまで絶好調なのにか？一体何が理由なんだ？右上がりの形で保持をしているから右サイドバックには攻撃的な選手が欲しいんだけれど、現状アタッカーであるホフマンにここを任せているのよね。彼以外に良さそうな選手がいなくて、確かに前線の選手をここに置くと、守りに回った時に大きな穴になりそうだな。それとバイエルンがサネを中央で使い始めたのよ。チーム事情でしょうがないんだけど、そうなると大外使うのがためらわれるのよね。確かに普段と違うポジションで使うのは勇気がいるな。ぶっつけ本番で機能するか不安だし。でも、だったらどんな布陣にするんだ？高い位置に上げるのを左サイドバックにしようと思うわ。ギュンター、ラウムと高精度のクロスを上げられるディフェンダーが二人いるし、右サイドハーフはニャブリとホフマンがクラブで大外に置かれているしね。これなら中に入るサネも使えるし、台頭してきたムシアラもこの位置で使えるわ。いいんじゃないか。この形はバイエルンも採用しているから、そのまま代表で使える選手も多いだろうし。じゃあこの布陣で残りのワールドカップ予選とネーションズリーグに挑むことにするわ。ワールドカップ予選は全勝したけど、ネーションズリーグは1勝4分け1敗。負けてはいないが勝てはしなかったな。どうしてこうなった？保持の変更が原因なのは否定できないわね。両サイドにドリブルでなくセンタリングが期待できる選手を置いたけど、センターフォワードは裏抜けが得意なタイプばかりでサイズはない選手。台外の質を生かす選手を置けなかったことが原因ね。サネの中央でのプレイもチャンスメイクという意味では微妙だし、彼を大外から外さざるを得なくなったのは大きかったわね。どうするんだ。もうすぐワールドカップだぞ。すぐにでも修正が必要だ。クロスに合わせるのが得意なヒュルクルクが台頭してきたから、彼を招集してジョーカーにしようと思うわ。結果を残し始めたばかりの選手だからスタメンで使うのは難しいけど、点が欲しい時のオプションになってくれるはずだわ。頼むぜ本当に。2大会連続で無様な結果を見せたらサポーターは怒るどころじゃないぜ。わ、わかってるわ。1勝1分け1敗。またしてもグループステージ敗退。負けた日本戦も前半は良かったのに。公式戦で連続して結果が出なかったなら、責任を取るしかないな。私もう解任されるの？就任してまだ1年ちょっとよ。いや、辞めるのは私だ。前回ワールドカップの責任も取らなきゃいけないしな。さて、偉い人も変わって新しくチームを作らなきゃいけないんだけど、再来年はドイツで欧州選手権が行われるから、絶対に結果を残さないとダメだよ。そうなのよね。っていうかそのために私呼ばれたのよね。とりあえずいろんな布陣を試してみましょう。4-2-2-2 や4-1-2-3、ひほじで3バックもやってみましょうか。ワールドカップ以降、1勝1分け3敗。内容もいいとは言えないわね。次の試合は日本とのリベンジマッチだよ。ワールドカップ準優勝のフランスとも試合をするし、ここで結果が出なかったらわかっているね。わかっているわ。絶対に勝ってユーロでも指揮を取るんだから。追い詰められて結果を求められたフリック監督。次
次の試合で彼はどのような選択をするのか。日本がドイツに連勝できるか気になりますが、ドイツ代表の振る舞いも気になる試合となりそうです。